はい、ここではレニー・クラビッツの「ロックンロール・イズ・デッド」のギターの弾き方を解説していきたいと思います。それではまずパターンを聞いてみてください。このようなパターンになってます。それでは実際に解説していきましょう。まず最初、まずカッコのこれは、音は鳴らさないので適当なあたりで、例えば、大体17フレットあたり、この辺をブラッシングして音が鳴らないようにチャッチャッチャッとやって、今15フレットあたりから適当に滑らせるといいです。チャッ、そして、スタートですが3456弦の3フレット4フレット5、これをリズムがワインエタツインエタワインエタツインエタとなります。ですので後ろには常に16部がタカ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 が流れていますので、全部ダウンでタダとやってもいいんですが、重力を感じるためにオルタネートピッキングをタダタダとやるといいと思います。ただ最初の3がダウン、そして4がアップ、5がダウンですね。そして、このフレーズです。5弦の3、5弦の5、そして5弦の5を半音チョーキングした状態からチョーキングして戻す、そして5弦の3フレット、6弦の5フレット、6弦の開放、これがタルタというフレーズになります。難しいところといえば、このチョーキングをいきなり上げていくことですね。タートゥー、普通にやってタートゥーってやっちゃうとタートゥートゥー、おかしなニュアンスになります。タートゥーテゥータートゥータです。タートゥーテゥータートゥー。そして、5弦のチョーキングなので、チョーキングを6弦側にこうやって上げるのではなく、下に3弦、2弦、1弦側に下に引っ張るといいですね。そうすると綺麗にいくと思います。それを常に重力を感じながら1、2、3、で次タタッ、ここですが4弦3弦の7フレットのあたりの上をまずブラッシングです。最初は押さえずにこのカカ重力2つを
鳴らして押さえてアップしてください。で17フレットまでいったら17フレットをチャージャーを17フレットの時は、4322弦まで鳴らしていいですね。タタッでタタツンタダンカ最後にタダンカアップが入りますね。タタツカカクカカカクンカカクンカガウ感じですね。ゆっくりやるとタダツあーごめんなさい。スリー、ワン、ツー、スリって感じです。で慣れてくるとテンポ上げてワン・ツー・スリーとやってみてください。このパターンはとてもかっこいいロックンロールの感じなので、皆さん楽しんでやってみてください。それでは失礼します。